こんにちは。2作のリーレンジャーナイフ山菜掘りのレビューをしたいと思います。じゃあ開封していきます。パッケージはこのようになってます。スペックはこのようになってます。樹脂のシーツのタイプのものです。メモリがあります。ノコギリの刃のようになってます。センターは辺りになってます。軽いですよね、見た目より。で、これが木になってます。こんな感じになってますね。こんな感じでレンジャーナイフのレビューを終わりにしたいと思います。ありがとうございました。